はい、ということでみんなどうも、皆さんこんにちは、こんばんは。もう訳が分かりません。これも今ね、スナイプ戦、そのスナイパー戦をやっていたら、画面がこんな風にバグりました。はい、これちょっと俺このバグのやり方分かったかもしれないけど、ちょっとこれでね戦っていってみましょう。これやばいだろう。これ我慢って、画面ずれすぎやって、これやばい。本当に首ずっと斜めにしとかんと、これまっすぐ見えない。いやー、これ今当たらなさそう。とりあえず敵倒しに行きましょうか。マップとか見ると普通なんですけど、もう画面がゆらゆらしすぎてやばい。語彙力、ちょっとこの状態で敵倒しに行こうか。さあ、目の前で敵が銃を撃ってる音がする。さあ、目の前にいるぞ敵が。さあ、この状態でビックロイしたらすごいでしょう。オッケー、倒し行こう。いや、むずすぎ。わろた、画面が斜めだからエイムも斜めにしないといけない。難しい。あのね、気分悪くなったりしたらごめんね、みんな。俺も相当今もうめまいきてるから、これ。建築、建築欲しい、建築欲しい。建築、これ何ボタンで回転 ?H、H。よし。建築できないんだけど。階段が建築できません。おかしくないこれ。ね、これ壁建築しようとしたらこうなるんだけど。おかしいでしょこれ。じゃあ何、床建築すると。あ、床が壁だ。床が壁だ。ちょ待って、やばい、これバグりすぎ。本当にバグりすぎ、本当にバグりすぎ。いろいろ、いやー、これ無理だろ。建築おかしいってマジで。本当にどうやって勝ってっていうね、こんなん。やばい、斜めだし気持ち悪い。敵どこ行った、敵どこ行った。やばすぎ、やばすぎ、勝てない勝てない。どうしようどうしようどうしよう。無理だろうこれ。これね、皆さんこういうバグあるので気をつけてください。戻りましたね、こっちの画面になると。これバグりすぎじゃない、エピックさん頼むって。ダイスパームズから離れのこのここですね。はい、あそこの橋があるところ、橋があるところの2個目の大砲を使って適当に遊んでたら、今の全てが斜めになるバグがね起きたんですけど、ちょっとやっていきましょうか。はい、さっきはここでね、ここでですね、これあるじゃないですか、これを、Q を押したら乗れるんですよ。 Q を押したら乗れて、これほら今 Q を外した瞬間ちょっとこれ上に上がるでしょ。これをね、ここでね連打して、この大砲をね目の前に落とす感じ。難しいな、ちょっと待って。来た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 。そう、これでこっから、あー、できなかったか。クソ、もう一回。これで多分ね、カメラバグると思う、うまくいけば。これをもう一度立ててここにセットするでしょ。ここにセットして、これ落とさないといけないんだよ多分。落とさないといけないんだけど、これがね難しい。来た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 。これで落とす感じ。ああ、これ押しすぎたか。これ多分落ちる寸前までずっと乗っとかないといけないんですよ。もう一回やってみよう。
落ちそうだなって時にずっと乗っとく。ちょっと後ろに下がって、A few moments later。来た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 、できたできたできた。これ見て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 。これで、これが成功です。これが成功です。やっぱり大砲だ。大砲を使えばこの酔っ払いできますよ、皆さん。うぃー、今日帰ったぞ。ふわーってほら、ふわーってできますよ、これ。やっぱり大砲だ。大砲をね、入ったり出たり、入ったり出たりを連打すれば、このように画面がバグります。はい。このように斜めになってめちゃくちゃ戦いにくくなります。もう一回やってみようか。これすごいな。これほら、斜めの世界でね、もう一回これをやれば。あ、これ一回もう一回ね、キャノンの中に入ったらね、大丈夫ですね。お、ラマだ。こんなとこにラマがいる。どんな運使ってんの俺。ラマちゃん、ありがとう。もらうよ。ゲットだぜ。まあ、そんなことは置いといて、やっぱり大砲だな。大砲を使ってやったらできるな。ちょっと仲間が来た、仲間。あげよう、この人に知りたいです。あー、お前ふざけんなよ。あ、落ちてもった。できたー、できたー。また斜めになった。さあ、酔っ払いになりました。やっぱりそうだ、大砲を使うんだ。大砲を使って降りたり乗ったり、降りたり乗ったり、降りたり乗ったりすればこれできます。たまにこの前の、あの一番前のね、発射される筒の中に入るボタンとか押して、もう連打です。ほぼ連打すればできます、このバグ。ああ、今日も酔っ払っちまったぜ。ああ、ポテト持って帰っちまったよ、マックから。ああ、へた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 。世乗り物用意しちまったぜって。多分ね、これわかりました皆さん、今のやり方。大砲に、大砲キャノンを操縦を連打しまくって、このキャノンに乗る方も、あの乗り物変換ですね、をやれば、酔っ払いになります。こんな風にね、画面を斜めにできます。はい、皆様ぜひぜひこれね、面白いと思ったらやってみてください。そしてね、私、フォートナイトクリエイターサポートをね、やってくれたらとても嬉しいでございます。クリエイターサポートはアリケン N1 個、アリケン N1 個、アリケンでございます。よかったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。またな。あはー。